ナイトガンダム物語続きいきましょう。まあここにアムロがいるかどうかですよね。もともともうなんか旅立った感じの描写セリフみたいのはあったけどね、まあ相変わらず怒っていると。特に懐かないのは変わらず、まあありえるとしたら、ラクロワの紋章をつけた人が海を渡っていったよな。もう行っちゃってるのか、やっぱり。まああの犬がもしアムトがいたら懐いてるのかなとかね、懐かないのに珍しいこともあるもんだなみたいな。いないか、強そう。特に変わらず。あ、船はもういつでも、あ、怪しいと思うところは調べてみるんじゃなと。まあ調べてはいますけどね。なるほど、船はまだ出ない。え、で、出てるよ、出てるけども、酒場も特には、あー、運指変わらずですね。特に大きくは変わってはないぞと。盗賊ばかりが住んでいる。あ、海の向こうの大陸ってことね。まあ盗賊の話がまあありますねって言ってて、って感じか。山椒の実はちょっといらなさそうなので売っちゃいましょう。これで今いくらですか？ 723。 結構もう買えそうな。盾が買えますね。それともハンマーは盾装備しない方がいいのかな。両手持ちな感じがする。まあ怪しいところは調べてみるみたいな。これ移動できねえのかよ、ハリボテかよ。あの350買わないとダメってことになっちゃうの？例えばターン使わなかったら。やばいな、それやばいっすね。なかなかのやばさ。今のデガンダム MP なくなった？あ、違う、キャノンのあれか。一旦止まるか、いっか、まだいいか。特に変わってないと思うんですよね。ほら、ほらって。なるほど。大きく変わったところはなし。あー、東南マハルの村から、これじゃ帰れないよ。別にね、盗賊がここに来てるっていう定義だと思うんですけど、実際出会ってないからね。盗賊の村には地下道があるっていう。あー、はー、あ、そういえば言ってたな、地下道。盗賊の村自体に地下道、地下道。え、じゃあやっぱり村の外
とかなんかにある、あの右側ちょっと行けましたもんね。先に地下道かあるのかな、もしかすると縦が変えますと。ちなみにレザースーツはこれタンク遊びできないと。え、じゃあここ誰が仲間になるんだって話なんだよね。キャノン、カブトはもう装備してる。カブト、多分装備しても大丈夫だと思うんですけどね。よし、大丈夫。これでマジで強いっすよ。83、81、53。あ、防御力はガンダムの方が高いと。ナイトガンダムで、さらに鉄兜まだ装備してないですからね。盗賊もモンスターも怖いと。酒を飲みに来る、それともなんかイベントこなして酒待ち。もしかしてもういたりするのかな。で、いきなり戦闘勃発も考えられるけれども特になさそう。変わらんですね。素晴らしい剣ナイトがいましたよって追っかけてった。それがおそらくアムロだという話をしたと。あれ？ちょっと変わった。あ、いたな、元からいたな。当然地下道があるってことはやっぱりつうか、あれが盗賊の村なのか。ファミコンの時に盗賊のナイフつうのがありまして、2回攻撃できたんですよ。あれ強かったなーっていう。あと、そうだ、攻撃力上げる魔法もありましたね。あれ良かったですわ。めっちゃ重ねがけして強くできた。懐かしいな、なんか。はい、よそ者は信用できねえ。ああ、下はもうダメだと。右あるのか、それとも木の影から入れるとかかな。そんなことはないな。この1マスドット絵だからそんなことはないか。ドラクエ5とかさ、 FF6 あたりからこのここの裏とか通れたり、通れる描写になってるじゃないですか。あれも素晴らしいよね。あれはあれで。どっかなんか伐採してもいいんだよ、この木を。あ！ピクシャー！あったし、マジであったし。なんか、なんて書いてあった今。なんかさ、何もなかったみたいな。めっちゃびっくりしたわ、なんか。あるし。ちょっと楽しそうな曲。なんでちょっとウキウキなんだろう。なんでウキウキな曲になったんだ。でってってみたいな。でってって。
あ挨拶なし、しかもアムロなし、牢屋の鍵を開けてくれませんか。急にさあ、てってってなる。ナイトガンダムは牢屋の鍵を外せる。すげえ。ピカン。助けてくれてありがとう。私の名はアムロ、ラクロアのナイトです。サタンガンダムを倒すため三種の神器を探しています。え、あなたもですか。これも何かの縁。私も旅のお供をしましょう。オッケー、オッケーっす、オッケーっす。いや、レベル1、レベル1 かわいいな。でも完全にやばいっすけどね、これ。銅と川、これはやばいっすね。特に何もない。いきなり牢屋の鍵開けてくれませんから、からね。入れ、これ入れるってことか、これ。入れた。鉄の続き、これはアムロ専用。専用ではないけど。専用ではないけども。まあ、ここにあるってことは装備しろってことですよね。最初から装備させといてくれればね、一番楽なんですけど。入れた。これどうなんこれ。どうなる。村の前に立ってたやつに話すとどうなる。これ別に何にも言われない。お店の人とか、おめえよそもんだなとかさ、言われそうだけどね。見ねえ顔だが、どっから来なすったとか。ここは黒い三連星が治める盗賊の村だ。あ、盗賊の村って言っちゃってるよ。あいつに話しかけるのやべえ、怖いな。戦闘になりそう。てめえどっから入りやがったみたいな。これで怪しいところ全部し、ハンバー、怪しいところ全部調べろっつってたけど、怪しくはないんだよな、さっきの地下道も。あんたたち、うちの亭主見かけなかった？鎧着てんだけど、大体着てるわ。あ、まあでも騎士じゃない。本当に？あのバカと来たら、小森ほったからかしにしてどこ行ったんだよ、もう。あのバカ言われてる。まあ騎士だったら大体鎧着てるっていう。わーい、お兄ちゃん遊んでよって。めっちゃいい子。めっちゃいい子。これ何、盗賊の村って書いてんのこれ。盗賊の村につき関係者以外立ち入り禁止と書いてある。面白いよね、こいつ。はい、ダメだよ。お前機械か、あいつは。あんた本当に20歳になってるんだろうね。厳しいな、盗賊の村の割には。フォンの町にすごい宝があるそうだ。今度村を襲ってやるぜ。怖い。盗賊の村は間違いなく。うえー、おめえもいっぱい焼くか。なんかもうカオス、ちょっとしたカオスだねこれね。しっかりしてるけど、ちゃんとした盗賊がいる。もう訳がわからん。あいつ門番か何か知らねえけど、後ろから帰んな帰んな言ってるし。あ、シェリカー、ここはしっかりしてる。こいつは正しい。武器屋とか道具屋は何も言わねえしっていう。魔法のマント。すげえ、戦士の盾も鉄の盾買っちゃったよ。買っちゃったよ。ハンマー売ろうか。まず。あとは特にねえか。銅の剣いらんな。
あとは先だ、魔法のマント、鉄の兜、アムロをちょっと鍛えときたいよな。ちょっとここは我慢、ここは我慢。しょべー、防御力がやっぱレベル上がんないとしょぼいし、そりゃそうだよな、そりゃそうだよ。370、鉄の盾、銅の盾、川の盾を打って80いくかどうか。あ、行くね。これでまあ多少マシになったか。よし、多少マシ。なんか盗賊の長とかあったら怖いんすけどね。村長だよな、村長。誰が治めてんだっていうね、話。怖いわ。なんかボス戦になりそうだし。左隅の家に三種の神器の一つの炎の剣が隠してあるそうだが、え、もうある？左の隅って。あ、お頭たちは今出かけてる。ナイス、奪うチャンス、奪うチャンス。鋼の剣が、炎の剣って結構強いんじゃないの？装備できてどうなんだろう。左隅、これか。お頭たちは今出かけてるよ。よっしゃ、いただこう。いただきやーすと。あ、え、女房が俺を探してたって。あ、この人か。そうだ、あんたたち代わりにここを見張っていてくれよ。じゃあな、めっちゃ焦ってる。あのバカ言われてたから、ご、あ、が、あ、ご機嫌とってな、奥さんの。あら、さっさと取れ。なんだお前ら、盗賊の上前派手るなんていい度胸じゃねえか。やっちまえ。上前でもないけどね。わあ、こいつ、こいつらか。こいつら黒い三連星、こいつらか。まあまあまあ、こんなムビルフィラと攻撃とこれホバーですよ。まずはホバー。これ全員あげたいけど、まあしょうがねえっすかね。まあタンクで、アムロ防御で連続攻撃。はい、勝った。うおーっつ、はい、1045。まあでもホバー使ったんで次回復できる。ガンダムのこうね、魔法攻撃とガンキャノンの通常攻撃のダブル攻撃だから、一人だけ見守ってますけど、これで回復。やべえ、早え。ホバー使ったのに。ホバーの意味。しゃー、おいミス。通常攻撃でミスするんだったら、なんか気合い入れちゃった方が、入れちゃってくださいと。てかその前にもう、ああ、まあまあ、もうこれでいきましょうよ。もうダメージ与えちゃったガチだな、これ。ガオーエス、ガオーエス、エヌジーキーセーミス。1、もういけいけでいこう、いけいけ。やべえ、死んだか。大丈夫、ギリギリギリ耐える耐える。ナイス。
耐えるぜ。おい、よっしゃ、さんさんさあさあさあざすあざすあざす。ファンネル来たよ。もうファンネル。中盤のイメージがある魔法だけど、一気にレベル5。ミディ、サーベ、爽やかサーベ、最高。クソ、逃げろ。お前らいつもそれだな。やばくなったらさっさと逃げるのか。うん、まあいただきだと。炎の剣。ああ、重要アイテムの曲は特になし。これってさ、ちょ待って、道具？あ、道具だね。え、装備できんのこれ。ポー、死んだ。もう一気にもうぶっ飛んだ。これダメだろ。これなくなるアイテムだよね多分。これなくなるアイテムでしょこれ。あれ、これアムロとか装備できるのこれ。あ、で、あ、全然ガンダムだけだ。あいついなくなってるし。あ、もういつでも入れると。ちょ、タンク、あれ、これターン使えなくない？あ、8使うのか。ちょ、一旦回復しに行こう。ぶっ飛んでるのよ、いろいろ。スーファミなのに。あー、でもこいつらじゃ、あー、でもキラーズゴックで試せるのか。いや、でしょうね。めっちゃ強いし、これボス結構強いボス来てもそこそこダメージ、なんかもう リーダーとかで防御力下げるとか下げないとかそのレベルじゃないよこれ。どう、まあ嬉しいんだけどね、どういうことだよって。多分なんかイベントかなんかでなくすアイテムだかなと思う。めっちゃぶっ飛んでる。いや、でも魔法、あ、アルバムはいいわ。魔法のマントとか、まあでも行くしかねえか。え、でもこれさ、アムロが入ったところでって感じはするよな。なんか変わったりすんのこれ。ラクロアパルタルナツポン、なんか関係あんのかって話だよね。え？ああ、違う、間違えた。そうだ、あの村長いるじゃん、盗賊がどうのこうのっつって。あー、そこだ。よかったよかったよかった。ちょっと遠いけどこっちから行きましょう。あらららら、やばい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 よこれ。これはそこそこやるよこいつら。ジオングはちょっと怖い。でも多分これは一撃80か HP、 めっちゃ楽で。ほら、タンクでもう1だから強い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 わ。やばい、危ねえ危ねえ。よし、このゲームはね、死ななければなんとかなるっていう感じですね。よし、いいだろう。これでもアムロトゥール使ってくれんじゃないの、オートにしたら。
吸収して HP を。やーす、あーやばいぞタンク。アイス、おお、絶対ルフィラキャノンだなお前らな。あー、これこれはさすがにやばい、これは無理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 。ミディア使っちゃう、ミディア使っちゃう。あーもったいねえなー。1000、これは経験値は死亡者にはリフで覚えた。早い展開が早いこれこれ、あ、使ってたの見ちゃったからな。展開が早い、まあまあまあ、でもこれはこれでいいっすよ。なんかいろいろ展開ぶっ飛んでるわ、いろいろぶっ飛んじゃってるわ。どういう立ち位置なのかがよくわからん。もう序盤も序盤で復活魔法を覚えるってどういうことよっていう。ここで村長が多分もう大丈夫、あ、ほら開いてる開いてる、もう大丈夫っすかね。勇者様、長老がお待ちです。盗賊ぶちのめしてやりましたよと。まず壺を調べる、ちゃんとね、ちゃんと正面から。何、サタンガンダムを倒すために三種の神器を探していらっしゃるのか。南の祠に古より伝わるという鎧があるが、もしやそれかもしれませぬな。そうじゃった、あの祠には鍵がかけてあったのじゃった。じゃが鍵はこの通り折れて使えるのじゃ。どこかで鍵を直してくだされ。折れた鍵を手に入れた。あれかな、最初のとこのところか。なんか鍛冶屋みたいのいたよね、暇だなみたいな。それはあるな。やべ、出ちゃダメ、出ちゃダメなんだ。なんか出ちゃう、なんか出ちゃうよね、なんか出るっていう。今までこれ中で使ったことねえから、あんまりルーラー。これで、あ、そうしましたらちょうどいい時間帯なので、次回ですね、探して多分鍵直せると思うので、はい、鍵直してあの祠にね向かいたいと思いますので。これでも探しちゃうか、多分ここら辺だったよな、なんとなく。あ、違う、あ、でもここか。あー、ほら来た、何だ、その鍵を直したいのか。よし、少し待っててくれ。カンカンカン、ほら鍛冶屋、祠の鍵を手に入れた。何も言わない。あ、ほら仕事は全くないんじゃみたいな。そう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 、つうわけでもう出会って2秒で直したんで、次回祠に向かいたいと思います。